本日は PS5 Pro と PS5 Slim について話していこうかと思います。まあ、要は、これから出ていくマイナーチェンジモデル、マイナーじゃないな、結構大規模な変更も含まれておりますが、それらについて話していこうかと思います。で、PS5 のベースモデルですらも、まともに買えないのになんでこんな話をこのタイミングでしてるのかっていうのは、2つほど理由がありまして、まあ、先ほど言った通り、Slim の話にもつながるんですよ。で、この Slim モデル、いろいろ話してきておりますが、おそらく在庫の増加につながると思われます。なんで、その辺に、ついて言及していきたいのと一緒に、まあ当然スリム版について話すとなるとノードシュリンクのことに言及していく必要があるんですが、まあどうせノードシュリンクの話するぐらいなら、5ナノメートルのノードシュリンクに伴ってくるであろう、まあプロコンソール、これについて話していきたいなと。このプロ版のコンソールっていうのは出てくるかどうか分かっていなかったんですけども、まあほぼ間違いなく出るだろうっていうことが分かってきましたので、ちょうどいいタイミングかなと思ったということになっております。で、先にネタバレすると、この発売予想時期っていうのは2023年の末までぐらいだと予想されているんですけども、その頃には、まあ、本当に PS5 を買いたいって思っている人は全員買えてるはずですので、まあ、その辺からやっとね、変更モデル、その辺の出現が予想されてくるので、まあ、そのタイミングでのプロ版、その辺も話していきたいなという話になっております。で、内容としては、まあ、可能な価格帯と対応するスペックの予想。で、あとはそのスペックに対応するパフォーマンス、スリムモデルの発売について、ですが、この数字っていうのはすべてこの記事から引っ張ってきております。トゥルートロフィーズさんから来ている記事なんですけども、この中に、ムアズローイズデッド。まあ、要は、ムアの法則が死んでいるっていう風なところに直訳できるんですけども、ここからもうちょっと長いんで、MLID さんってね、略していきますけども、この方がね、よくプレイステーションのリークとかね、くれておりますが、まあ、最近になってね、PS5 Pro について言及してきてたので、それをソースとして利用しております。で、パフォーマンスの数字の予想、パフォーマンス予想の数字なんかいろいろね、出てきております、この記事の中で。で、当然ね、私自身も、自分で計算している数字もあります。この方が記事に書いているものとは別に。で、それについても話していきたいんですけど、とりあえず今回は、この方が提供してくれている数字だけに注目して、自分の数字を引き合いに出してくるのは、もうちょっとね、在庫が安定した時に、もうちょい状況が落ち着いた時にね、自分の考えるパフォーマンスとかね、そういうものについても話していけたらなというふうに思っております。というわけで、早速入っていきたいんですが、どうも皆さん、こんにちは、カイカイです。こういうコンテンツ楽しんでいただけるなら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、登録しておいてね、何?通知つけておけば見逃すことはありませんので。あ、それともう一つ。明日、朝、6時から、6時かな?多分6時か7時だったと思う。編集の自分が入れてくれるはずです。イベント配信します。気になる方は、ぜひ皆さん、お越しください。翻訳が必要であればしますし、必要なくても、こう、技術的な部分とかについて解説できるものはあるかと思いますんで、その辺一緒に見ていけたらなというふうに思っております。ぜひ、お越しください。というわけで、早速入っていきましょう。まず1個目話したいのが、PS5 Pro は現在制作されておりますっていう話。以前ソニー自身制作して、したくないっていう話は、まあ、したこと覚えてる方々たくさんいらっしゃるかと思います。これに関しては、まあ、開発者に対する負担とかね、そういう部分のいろいろな予想が、予想っていうか予測が立つんですけども、実際問題のところね、ソニー自身の利益を考えれば、やらざるを得ないものだというふうに言われております。で、その理由なんですけども、こう、PS5 Pro 的なものをね、出すことによって、当然マーケティング的にも有利な立ち位置に立つことができますし、相手側のコンソールがやったら、もうそれは自分側のコンソールもやらなきゃいけない状態に追い込まれてしまうんですよ。で、ソニーもマイクロソフトもそれを理解してる上で、まあ、どっちも出さなければそれでいいんですけども、まあ、相手が出す可能性がある、じゃあこっちも出さなきゃっていうね、その予想の試合のせいで両方とも出さなくちゃいけないような状況に押し込まれているっていうふうなことも、言えると思いますし、先ほどマーケティングについて言及しましたが、 PS6 のようなものをまるっきり新しく、作る場合っていうのは、開発費用っていうのがやっぱり PS5 Pro のようなものを作るよりかはかかってしまうので、 PS5 Pro で一旦間を置くことによって開発費用を抑えつつ、大規模な利益を持ち込むっていうことができるようになるわけです。まあ、PS4 の時と同じで、PS4 の時もやりたくなかったらしいんですけども、やらなきゃ損な状態になってしまっているということですね。まあ、それらを抜きにしても、今回のソースっていうのは
MLID さんが言及している今回のソースは RDNA2 が出てきた時にその関連する情報をほぼ 100% 当てていたそうで、その信頼できるソースが PS5 Pro は現在制作されているって言ってんだから、根拠抜きにしてもソースを信用するんであれば制作されているっていうことになりますっていう話ですね。で、発売の時期ですけども、それは今から数年後で、 MLID さんの予想では2023年あたりだそうです。で、現在のチップ不足が解消して、そこからほとぼりが冷めるまででまず2023年というのはもう経ってしまってるんですけども、もう2022年の末ぐらいに良くなる可能性はあるし、むしろかなり近いうちに良くなる可能性もあるんですけども、現実的な予想として2023年まで待てば大丈夫なはずっていうところがねあるんですよね。で、まあそれに加えて従来のプロモデルの時期を加味すると、まあベースモデルの発売から 3,4 年後っていうことになるんですけども、2022年はスリムモデルが発売されて強化版コンソールっていうのは同年には出ないだろうっていう予想に加えて、2023年になれば RDNA4 が目前で、新機能の追加が期待できるんですよね。 PS4 Pro の時にもあったんですけども、同時期に発売されている PC 向けグラフィックスカード、これに搭載される新機能っていうのを先取りするっていう要素があったんですよね。 PS4 Pro の時はポラリスアーキテクチャからベガアーキテクチャにちょうどその時 PC が移行してたんですけども、 PS5 の PS5 じゃないですね、 PS4 Pro の GPU はベースがポラリスでありながらベガの機能をいくつか搭載していたんですよね。それと同じような形で、全く新しい PC 用のアーキテクチャ、これが目前の状態を出すことによってそこの機能をいくつか先取りすることもできるようになるっていうわけです。で、PS5 Pro の、予想される価格帯とで対応するスペック増加、パフォーマンス増加、そういうふうなことに、ちょっと言及していきたいんですけども、いくつかのね価格帯の予想があります。まず一つ、700ドルの価格帯ですね。とりあえず100ドル1万円ぐらいの換算で考えて大丈夫です。700ドルの価格帯っていうことは、まあ7万円前後っていうふうなことを思っていただければいいと思いますけども、 PS4 Proがベースモデルと同じ価格でパフォーマンスを倍増させたことを軸に考えますと、プラスここ200ドル万円って書いてますね、ちょっと頭大丈夫か、2万円って言いましょうか、プラス2万円で、どんくらいスペックを予想するか、増加するか予想ができます。この単純な価格増加で強化できるスペックにアーキテクチャの進化とかも加えると、まあ、100% 以上の GPU スペックの増加が期待できます。要は、パフォーマンス倍増以上っていうことですね。PS5 Pro の時みたいに同じ価格でこれができないのは、また後でね、もう少し詳しく話しますけども、TSMC の5ナノメートルノードですね。これがもともと高いのに加えて、TSMC が最近全体的な価格増加を発表したんですよね。で、そういうのがあるせいで、同じ PS4 Pro の時と同じような、パフォーマンス増加っていうのを実現したい場合は少し価格を上乗せする必要が出てきてしまうかもしれないっていうことです。で、先ほど話しているものに加えてメモリの容量、クロックの増加、まあ、あとはインフィニティキャッシュの追加で、メモリの待機幅の増強をしてやったりして、で CPU パフォーマンスをね、少し強化できれば、もうあとは 4K120fps であるとか 8K60fps、 これらをね安定させることが大幅にやりやすくなります。最新のテレビをね抱き合わせで売りたい可能性についても示唆されておりまして、まあ、それをしたい場合は 4K120 とか 8K60 とかを安定させるのが必須事項になってきます。まあ、2倍の GPU パフォーマンスがあれば 4K120 とかをね、まあ、アップスケーリングありとかにはなると思いますけども、安定させることが可能になるというわけですが、それと同時にコンソールゲームっていうのはパフォーマンスさえ余ってれば映像が強化されるものです。もうそういうもんです。なので、4K120 とか 8K60 とかをせずに、もうこれを 4K60 とかに留めておいて、もう何ラチェクラリフトアパートを超えるような究極のグラフィックを追求するゲームっていうのも当然出てくるんじゃないかと思われます。まあいずれにせよ大事なのは PS5 の初期段階の画質ですね。ラチェクラとかね、そのレベルの画質を保ちながらも 8K とか 120fps とか、そういう今までは難しかったオプションをいろんな開発者が利用できるということです。まあ全ての開発者ではもちろんありませんが、これをねパフォーマンスが余ってるから、あ、じゃあ予定としては 4K60 だったんだけど、まあパフォーマンスが2倍あるんだったら120出せるじゃんってね、思ってくれる開発者が増えてくれればいい、そういう風な話です。
で、2つ目の予想ですが、これ500ドルの価格帯ですね、価格増加はしないっていうシナリオになるんですけども、この場合はノードシュリンクで縮小した大面積を埋めることであるとか、アーキテクチャ的なパフォーマンス増加しか期待できません。要は例えば適当な数字ですけども、 300mm平方の大面積があったとして、これがノードシュリンクによって200まで減ったとしましょう。そしたら余った100分はね、また継ぎ足ししてパフォーマンスを増加させることができますし、アーキテクチャも新しくなっておりますんで、その分のパフォーマンス増加も期待できるんですけども、逆に価格を上げないためには、もともと300だったものを400、500に拡張してパフォーマンスを強化する、そういったものは期待できないんですよね。700ドルの価格帯の方は台をでかくすることによるパフォーマンス増加も期待できますので、そういう部分でパフォーマンス増加量の違いっていうのがあるんですけども、数字にして MLID さんによると 50% から 80% 程度のパフォーマンス向上が期待できる、そういった予想をしております。で、これでももちろんね、開発者によっては 4K120 とか 8K60 とかも視野に入ってきますが、上の方でね、その利用できる人は利用するし、まあ 4K60 で究極の画質を追求する人はそうするっていう風な話をしましたが、利用できる開発者が減ってしまうんですよ、この場合は。要は今まで 4K60 だったけども 4K120 出せるじゃんって、思う開発者だった人たちが、2倍のパフォーマンスじゃなくて、せいぜい 1.5 倍、1.7 倍、1.8 倍、その程度のパフォーマンス増加になってしまうんで、4K120 出せるじゃんってならずに、ベース解像度をちょっと上げて 60fps のままにしようとか、8K60 出せるじゃんってはならない開発者が増えてしまうというわけです。もちろん開発者によって、4K120、8K60 やる人も当然増えますけども、上の例ほど増えはしないっていうことですね。で、最後にちょうど中間の価格帯の予想なんですけども、これ600ドルの価格帯ですね。本当に良くも悪くもここまで話してきた分の中間というふうなことになります。700ドルを狙った場合ほど強化は期待できないんですけども、それでも大幅増加になります。で、大幅なパフォーマンス増加に加えて、700ドルの場合ほどこの高すぎるだろうっていうのはなくなるわけですね。で、ここで追加で言及されているのが同時発売のスリム版なんですよね。スリム版のコンソールで、これがちょっと重要になってくるんですけども、スリム版のコンソールっていうのは低い価格帯を狙うことによってプロ版のコンソールの高さを打ち消すことができる、そういうふうな作用があります。 Xbox 側も、実際4K とかね、そういう風なやつでゲーミングをしたい場合っていうのは、シリーズ S っていうのはまずありえない選択肢っていうのは皆さん分かってるかと思いますが、それでもネットフォーラムとかの話を聞いてると、 Xbox の方が安いだろっていう風なね、論が展開されてることがね、ちまちまあります。それは実際に人々が買うはずなのはシリーズ X なんだけども、シリーズ S っていう安いものが提供されているおかげで、そちらに対してイメージが良くなる、コスパがいいように感じる、そういう風なことがあります。で、それと同じようなこともそれと同じようなことをソニーも狙えるはずだということで、それがどういうふうなことかというと、スリム版のデジタルエディションが現時点ですでに400ドルなのに、それをさらにスリム版にしてやることによって、これは300ドルまで例えば削ることができたとしましょう。その場合はスリム版300で、プロ版600っていうふうなことができるんですけども、2倍の価格差があるんですよ。で、こうすることによってプロ版もね、ちょっと値段上がっちゃってるんですけども、同時に安くなったスリム版を出すことによってコスパをよく見せることができる。これは700ドルの価格帯でも500ドルの価格帯でも言えることなんですけども、ここでね、倍の差があるっていうのがね、結構重要な目印っていうか、この2倍っていう数字がね、重要になってくると思います。価格の予想であるとかね、そういう部分についてはここまでです。 PS5 Pro のパフォーマンスがこんだけ増加するっていうね、予想の裏付けなんですけども、当然 PS4 Pro の情報を軸に予想しております。 PS4 Pro は PS4 と比べて GPU パフォーマンスが2倍程度だったんですけども、その PS4 Pro の時代の AMD 製の GPU っていうのは、だいたいアーキテクチャが更新されるごとに 50% ほどパフォーマンスが向上していたそうです。で、最近の AMD 製の GPU の世代間改良っていうのは 100% に近い数字を出しております。要は RDNA1 から RDNA2 に上がっただけで、トップのGPU のパフォーマンスっていうのは大幅に増えております。で、これを元にすれば、PS5 のプロ版っていうのは、もう PS4 Pro の時にあったような2倍のパフォーマンスどころか、もう3倍とかになることも予想できます。が、ここにね、実際にここまでパフォーマンスが出ない理由っていうのは、およそ2つほどあります。まず1つ、 P-
PS5 のノードシュリンクが PS4 ほど大きくないっていうことが挙げられます。 PS4 の時はプロ版に移行するにあたってノードシュリンクした時にもうかなりノードシュリンクされたことによって大幅な電気効率、熱効率、そういうものの向上が見込めてたんですけども、PS5 の場合っていうのは7ナノメートルから5ナノメートルへの縮小になるんですよ。で、もちろんこれによって大幅な変化っていうのは見込めるんですが、やっぱりこれは PS4 の時にあった時ほど大きな変更ではないということで、そのせいでパフォーマンスがこれを出せませんし、もう一つ TSMC の5ナノメートルノードが高いんですよ。もうひたすら高くて、でそのせいでおいそれと台面積を増やすことができないと。台をノードシュリンクのおかげで当然台はちっちゃくなるんですけども、その余った分のスペースに新しいねコンピュートユニットであるとかを乗せることでパフォーマンスの向上っていうのは期待できるんですけども、そんなことをしてしまうと値段が高くなりすぎてしまう場合がある。この5ナノメートルノードっていうのは7ナノメートルと比べて高いですので、でそれを避けるためにちょっとパフォーマンスをそこまで向上させるのはやめとこうっていうふうなことが出てくる可能性があります。とにかくそれらの要素を加味すると PS5 と同じパフォーマンス、台本間違えてますね、PS4 から PS4 Pro に移行した時と同じパフォーマンス強化ですねのためには値段を少し上げる必要があるかもしれないっていう結論に至るわけです。で最後の項目として自信を持ってスリムモデルが出てくると言える理由についてですけども、現在のリークでは2022年以内に6ナノメートルにノードシュリンクして発売というふうにされております。これは以前このチャンネルで押さえたリークですけども、ここでMLRDさんがこのリークを抜きにしてもかなりの確率でスリムが出ると予想しているのは TSMC から公開されている情報にあります。以前から TSMC の6ナノメートルプロセスっていうのは7ナノメートルプロセスとデザイン互換性があるっていうのを話してきました。どういうことかというと7ナノメートル上で製作されたチップ、これは PS5 とか Xbox とか、最新の RDNA2 の GPU とかね、そういうの全部含まれておりますけども、これらは特に手を加えることなく6ナノメートルに移行させることができます。で、TSMC 自身からデザイン互換性があることに加えて6ナノメートルプロセスの方が台面積の縮小、パフォーマンスの向上などを簡単に実現できるように6ナノメートルの先にある5ナノメートルプロセスと違って大幅な値段の向上とかはないということを言っております。つまり5ナノメートルにノードシュリンクしたプロ版を出したい場合っていうのは値段のことを気にしないといけないんですけども、スリム版、6ナノメートルに縮小したスリム版に関してはもう深く考えずにとりあえず縮小と、特に手を加える必要もないからとりあえず縮小して、ノードシュリンクはしてるんだけども値段上がることもないし、むしろ台面積がちっちゃくなるからコスパは上がるっていうふうなことがあって、やらない理由がないんですよね、言ってしまえば。でこれはソニーと TSMC の間に何かしら特殊な契約でもない限り6ナノメートルプロセスに移行しない手はないということです。それにどうせね、ノードシュリンクするならそれをスリムモデルとして発売してマーケティングに利用するのは当然ですし、スリム版の発売と同時にたとえこれがね数千円程度であったとしても価格を削ることができればソニーのマーケティングにとって大きなプラスになります。そういう理由があってスリムモデルは出てくるんじゃなかろうかっていうふうな予想が立っております。この動画の中で話そうと思っていた項目は以上です。皆さんどう思ったかね、ぜひコメントの方で教えてほしいんですけども、プロ版ね、プロ版とりあえずベースモデルがまず出回ってからプロ版の話はしたいと思ってたんですけども、この情報が出てきてちょっと楽しみすぎたんで、動画にさせていただきました。何にせよ、明日の配信ね、ぜひ皆さんお越しください。ちょっと遅れて見てる方は何のこっちゃ言ってるのかわからないと思いますけども、というわけで楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他の動画、チャンネル、ツイッターなど動画説明の方にリンクしておりますんで、ぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。